はい。最近、動画画質に対するこだわりをしていた、サとチのチャンネルでございます。いつもお世話になります。いやー、出ましたね。いや、何が出たってね。えー、7インチサイズの、ウルトラモバイルパソコン。えー、と、GPD ポケットというね、ほんとちっちゃなちっちゃな、ウルトラモバイルパソコンでございますよ。えー、商品にね、関する、あ、商品にね、じゃない。商品に関するね、 詳ししい内容に関しては動あのこれね GPD っていう、あ、リンクスって会社かリンクスインターナショナルっていうのがまあ多分国内の、えー、まあ正規代理店としてまあ販売するしていくと思うんだけども、まあ、そのパソコンに関する情報ねリンク貼っておきますのでちょっと興味のある方はチェックしてみてください。もうねこれすごいのすごいの何がすごいのってね今僕もね Windows これ8.1だけどね7インチのタイプの タブレットを持ってますで、それをほら、700円のね、この物理キーボードで挿、まあ、してね、まあ、こう使ってるんだけど、まあまあ、ちょっとまあね、あのー、残念仕様でございまして、これ安っぽいしね、見た目もね、こんな感じで、ほら、ブックカバーついてね、これもう、長すぎて、ここ、ホッチキスで止めてるしね、はいまあ、そんな感じなんだけど、このね、えー、まあ、GPD ポケットっていうのはね、もうその、リンク先のね、 えー、その商品説明見てもらえばわかるんだけども、あのー、もう一応見た目は本当にノートパソコンでございますよ。ノートパソコン。うん、で、写真で見るとね、本体サイズが厚いように見えるんだけど、あれ、今ちっちゃいからね、ちっちゃいから厚く感じるんだけど、あれ結構薄いですよ、きっと。えー、で、 もうキーボードの横に、もう普通のノートパソコンみたいにね、もう USB ポートがあって、HDMI 端子がついてて、もうこれ1個で、あのー、パソコンとして使うことができるわけなんですよ。えー、私のやつなんかはね、もうちょっとほら、これこれこれね、も、ま、う、あ、Windows 10っぽいんだけど <laughs>、これ8.1なんですよ。なぜかこの壁紙がこれになっちゃってるっていうね。まあ、使ってはいるんですが、 あー、やっぱね、性能は全然違うんですよ。えっ、ー、と、こちらはですね、まあ、ム t o の CPU なんですけどね、X7Z8750。えプロセッサーか。<laughs> プロセッサーね。うん、そうだそうだ。うん、で、なんとですね、メインメモリ 8GB あります。そして、えー、とストレージはね、EMMC になるんだけど、128GB。 いやーそんだけあれはね、まあ大体のことができるんじゃないかなと思うんですよね。で、解像度に関しては19、1920×1200。だから、えこれフル HD なのどうなの ?WUXGA か。まあでも7インチでね、その解像度はかなり高精細だったじゃないかなと思います。で、ゴリラガラス3です。 ええー、プラチックだからね、僕の。プラチック。プラチック。ゴリラガラス3ですよ。スマホとかにね、採用されてるやつですね。で、えっ、ー、と、無線弾は一応 11AC 対応とのことです。僕は関係ないんだけどね。うん、あとはマイクロマイクロ HDMI 代謝がついているので、その GDP ポケットでディスプレイにつなげてですね、ディスクトップパソコンみたいに使うことができます。はい。 あのー、コンテミーミーじゃないですよ。<laughs> ガチなやつですからね。はい、ちゃんとちゃんと普通の Windows として使えますからね。そこが魅力的ですよ。あのー、持ち出しも簡単だし。でなおかつ、あのー、タブレットではありません、はい。モバイルパソコンってことです。まあノートですね、ノート。だから、これは取り外しができます。はい、取り外しが、こうやってね、こう。 ついてるけど線がね、取り外しができるタイプですよ、こうやってね。なんだけど、この GDP パターン、こう普通のノートみたいな感じで、キーボードとくっついて、パカッとこう開くやつになっております。えー、それってね、やっぱね、なんだかんだ言いながら、使いやすいんですよ。使いやすい。やっぱこう、タブレットであったり、2-in-1 であったりっていうのは、やっぱなんていうのかな、この、 ふやふやしてるのでね、ちょっと気を使う部分っていうのがやっぱ出てくると思うんだけど、やっぱなんだかんだ言ってね、ノートは使いやすい。でも、ノートはでかい。でも、この7インチ、このウルトラモバイルパソコンだったら、タブレットのまんまの感覚でノート PC 的な使い方ができる。物理キーボードで操作ができる。あとは、Bluetooth マウスかなよ、なんかね、用意すれば、まあ本当にね、快適に、 普通のノートとして使うことができるわけですね。あー、ちょっとこれ、しかも俺ポケットに入るわけですよね。来だからね。うん、すごいですね。で、価格の方は59,800円でございます。あのね、まあ僕いつもね、ほんとね、14,5000円のものしか買ってないから、そこから見ると高いんだけど、ただね、このストレージ容量、8ギガのメモリと、 128GB のストレージね。ああ、これならごっきゅっぱ出してもいいかなと思わせるような内容ではありますよね。で、あのー、いざとなったらディスプレイにつないでね、ノート PC のように使う。しかも僕の現在の、あのー、スティック PC を使ってるんですけどね、スティック PC の あの使用環境スペック、ねえー、と比べればはるかにいいわけですよスティック PC はねあのメモリ 2GB しかないですからね、まあ、ストレージはねあの挿して USB メモリーを挿してね拡大してるのでそれはまあ問題ないんだけれどもやっぱメモリーがね 2GB と 8GB じゃえらい違いになってくると思いますからねちょっと気になっちゃう。 はい、まあねあのちょっと予算に余裕のある方ちょっと気になる方なんかはちょっと検討してみてはいかがですかねまあ先ほども説明したように動画の説明欄の方にどんな商品かっていうのはリンクを貼っておきますのでまたご確認ください非常にねあの魅力的な商品になってますのでやっぱりちょっと何人かがおっと思われる方いらっしゃるんじゃないかな、はい、というわけで今回は、えー、GPT ポケット、えー、ご紹介しました。里中人チャンネルでした。